皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日もまたジャンク品の購入品紹介なんですけれども、まずは、箱を見ていただくとこちらですね、はい。アロマ加湿器ルーム&オフィスメイトということで、こういう形をしている加湿器なんですけれども、パッと見てこの子たち一体何に見えるでしょうかね、はい。これ、人見る人によっても違うかもしれないですけど、大抵の方これ見たら、ヘルメットにしか見えないんじゃないかなと思うんですけれども、はい。こちらの加湿器なんですけれども、モデルとしてはこの、真ん中のところ、この蒸気が出るところが、透明になってまして、そこが3色、青と、ピンクと、緑で、これは緑のモデルなんですけれども、はい。じゃあとりあえず開けてみましょうか、はい。で、パッと開けますと出てくるかな、はい。あれおかしいぞという感じかもしれないですけれども、これを、ヘルメットと見立てるならば、このヘルメットのカラーが何を意味するのか、30代以上の方は多分説明しなくても分かるかなと思うんですけれども、はい。ブラジルの、元 F1 ドライバーアイルトン・セナ選手のヘルメットカラーですよね、これはね、はい。で、今日はですね、3月の21日ということで、アイルトン・セナにとって、存命ならば、今年で、60歳を迎えるという、節目の年だったわけなんですけれども、それに関して、捧げる意味を込めまして、今回、このヘルメットカラーにして、見たわけですけれども、これは加湿器の機能としては、気化式ということなんで、蒸気がこうポーって出るような感じ の、 加熱気化式みたいなやつとは違って、こう出てくる蒸気は見えないんですけれども、この中にですね、はい、こういったスポンジが入ってまして、ここにこう水をためて、このスポンジに染み出してきた水に対してファンの風を当てることで、加湿をするというタイプのものですね、はい。なので、これはヒーターとかがつかないんで、消費電力が抑えられるのと、デメリットとしてはですね、強い風をちょっと当てないと、加湿がちょっとできないんで、動作音が若干大きいっていうのがあるんですけど、このサイズだったら、あんまり気にならないかなって思うんですよね、はい。で、今年の、F1 に関してちょっとお話をしたいと思うんですけれども、F1、モータースポーツの、最高峰と位置づけられるものなんですけれども、F1 もやっぱり、他のスポーツの例に漏れず、コロナウイルスの影響で、先週の週末からオーストラリアで開幕するはずだったレースがですね、もう金曜日の一番最初の車が走るセッションの2時間前にあって、ようやく中止ということが決まったわけですけれど、本当にもうチームのスタッフも、それからお客さんもゲートの前まで来てて、でそのお客さんのゲートを開ける直前、本当に直前ですね、2時間前ってことなんで、その時点で、オーストラリアのレースはもうキャンセルと、中止ということが決まったわけで、ちょっとその判断の遅さから、いろいろ FIA とかが非難を浴びる感じにはなったんですけれども、そのスタッフ、マクラーレンチームという、イギリスの名門チームなんですけれども、そのスタッフの一人がコロナにかかってしまった、陽性反応が出たっていうことで、チームがまずそのレースに対する出場を取りやめたということで、その F1 のボスであるロス・ブラウンという人がいるんですけれども、その人が出したコメントでは、1チームでも欠
情報が出ちゃった場合はレースはもう開催しないよというコメントが事前に出されてはいたんですけれども、そのまあ中止の判断が本当にギリギリになってしまったということで、まあちょっとね、もうちょっと早く判断できなかったのかっていう感じはまあするんですけれども、まあその後ですね、第2戦、まあ、もうオーストラリアの翌週、まあ、今週本当は開催される予定だったんですけれども、バーレーン、第2戦バーレーンも延期と。で、その後に続くレースもまあ延期があって、で、まあ現在ですね、まあ5月に行われるレースまでは、まあ延期の措置が取られてまして、まあ実際に本当にレースが開幕するのは6月からなんじゃないかと。6月に始まる第8戦でしたかね、アゼルバイジャングランプリが開幕になるんじゃないかということなんですけど、まあそれもですねちょっと今揺れ動いてる感じで、本当に F1 今年始まるのかっていう感じになっちゃってるんですけれども、まあですね、そのレースが行われない期間に、まあ、実際の車を走らせるわけではないんですけれども、まあ、その e スポーツの分野で、まあ、レースゲームですね、レースゲームの分野で、まあ、本来行われるはずだったサーキットのデータを使って、まあ、その実際に F1 ドライバーが参加して、そのまあゲームの中でレースをするというようなことが一応行われるようではありますけれども、まあ、早くその車が実際に走ってるところを見たいですよね、はい。まあ、今年は本当にメルセデスとホンダの戦いが開幕からガチンコで見られるんじゃないかという期待が大きかったわけですけれども、まあ、それはちょっとね、まあ、コロナウイルスということで、まあ、水入りになってしまって、のびのびになっちゃってるんですけれども、まあ待つしかないですよね、そのコロナウイルスが感染拡大の沈静化するんですね、はい。というわけで今回はこちら、ヘルメット型にしか見えない加湿器なんですけれども、それにこのアイルトン背中からの色をつけてみたという感じのご紹介でした、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録も持ちております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。